ご注文はお決まりですか？当然、ラーメン半チャーハン。俺、ホイコーロー。ほい、ほいほい。お客様はとてもお金持ちですね。俺のことバカにしてんの？みなさん、おはようございます。先生、大丈夫ですか？え？どうしてですか？頭の毛が。学校に何しに来ているんですか？そんな態度だからテストもいつも赤点なんですよ。ちょっと新田さん、ちゃんと聞いてます？何ですかその顔は。もう私だって怒りたくて怒ってるわけじゃないですからね。心を鬼にして怒っているんですよ。私ほど愛あるなんかできた。なずなちゃんたちの助けになれなかったな。あ、のりちゃん、あの箱取りたいのかな。のりちゃん、任せて。ゆなさん、なんてコロツキですか。それじゃあ、生徒会に立候補したい人はいますか？ん？え？他にはいない？いないの？ねえ、新田さん、正気ですか？さあ、ねえ、このスワン、お、発進。その原稿、寝ても怒られないようにしたい。もっと給食食べたい。終わり。ひなちゃん、それだとただの過剰書きだし、ちゃんとスピーチ用の原稿を書かないと。ねえ、あれ見て。うわぁ、すごい。やっぱり美術家の人たちってセンスが違うね。芸術的。新田はいいやつだよ。ご飯作ってくれるし、何でも買ってくれるし。それ都合のいい人。とりあえず一度くらいいいんじゃないですか。それにほら、仕事の方は歌子さんいなくても困らないし。北海道の名産は食べられましたか？ジョコバターはカニは。お、初日にとっても美味しいオムライス食べたの。あれは本当に美味しかった。みんなにも食べさせたかったよ。北海道でオムライス？でかしたひな。